自由民主党公認の山本幸三です。私は戦後引き上げ者の七人兄弟の末っ子として門司の旗で生まれました。五市合併を推進しました最後の門司の市長柳田桃太郎は私の叔父になります。来年が北九州市政発足50周年を迎えるわけでありますが、合併当初の夢とか理念、そういうものを今一度蘇らせて、そして元気あふれる北九州を作り出していくことが甥っ子の私の責務であると考えて立候補を決意いたしました。小さい頃から母親から大きくなったら世のため人のために役に立つようになれと言われておりまして、どうしたらそれができるだろうかということで政治家を志していたわけであります。すぐにはなれませんので、役人として勉強させていただきました。海外にも留学させていただき、外から日本を見て政治の役割というのは非常に大きいという願いを強くしたわけであります。そしてこの北九州旧4区でありましたがも出ておりました。この度小選挙区制で改めて戻ってまいりまして、北九州の元気が失われているということを痛感しております。この元気を取り戻すことが私の大きな仕事であり、そのためにいろんな勉強させていただいた人脈知識経験というものを最大限活用してまいりたいと考えております。